減ってへんやん。そうそうそう回り出したらもうかなと思ってますね。これもあるし、分かりますよ、ね、濃いめがそう、まあ、回ってます。ごめんなさい、今日は全然分からん状態で来てるんでこれが説明から入るんですか。ああ、そうか、大丈夫です。あ、ほんま、あのもう回ってますんで、始めちゃってください。あ、もう回ってる、回ってます、まだ。どうも、ご機嫌のふみや金でございますこちらが今、伊勢で売り出し中の工事金でございますめっちゃ回ります赤塚浩二さんと今いう方でですね、何と言いましょうか、まあ赤塚さん実はこの文明金の収録のことも今日何の話をするかということも実は全くご存じなくてですねで、まあなんか今日の朝からというか午前中からなんかご友人と、そうなんですよ、もうだいぶやってて、だいぶっていうかお清めの、あ、お清めそのお清めのお裾分けをですね今皆さんにも今ね振る舞われて、まあ、何でしたっけ、おみきということで、おみきです、おみきということで、ちょっと、はい、飲みながら行こうか今日はということで行かせてもらいます。どうも、ありがとう。やさかね、やさか、やさか、いつまでもみんなね本当に幸せになってくださいねということで赤塚さん、はいはい、実はこのふみや金というですね、うん、まあ、YouTube なんですよ。あ、そうなんや、で最近だんだんこう登録してくれる方の数も増えてきて、なんとなんと、さすが6000人ぐらい、6000万人6000万人もなったらえらいことそこまで行こうや。いやいや、もうそしたらもう俺仕事しなくなるんですよ、ね、て仕事、いや確かに仕事はね全部ね、ライフワークやな、毎日趣味のようにね、そうそう、お金をいただきながら話を聞いていただくという、ね、ライフワークを喜んで生きてる姿がみんな照らしてる感じやもんな。あ、うまいこと言ってくれますね。うまいことしか言わへんもうかなり絶好調でございます、ね、本当は、まあ、見ていただいている皆さんにですね、はい、まあ、伊勢からの2人でございます。三重県のですね、もう2人とも三重県、三重弁バリバリでいきますんで標準語や例えばね、最近僕はあの、まあ、僕ら2人の共通の近藤真澄ちゃんっていう、近藤真澄ちゃんが人がこの間もちょっとフェイスブックで投稿してて、うん、あの三重弁って面白いのありますよね。俺ら普段が普通に言ってんねんけど、例えば、これカエルのカンピンタンやなって言っても、ああカンピンタン、うん、分かるやろ、分かりますよ、これカンピンタンって言わないですか。え、これがね、標準語でなかったことを知ったときに世界は間違ってると思うカンピンタン、カンピンタン、カンピンタン分からへん。へー、あの、こうカリカリになって干渉乾燥して干からびてる状態、あれのことカンピンタン、カンピンタン、初めて、あ、初めてですか、初めてですか。人生これからですね今日が始まりですね。あのこういうね、液体の、うん、液体のこう底の方に、うん、こう溶けずに、うん、沈殿している状態のことなんていう、とごっとる、とごっとるこれ三重なんですよ、とごっとる、これよそ知らないでしょ、知らない、ちょっととごっとるからかき混ぜて、ほんま、ほんま、今すごい汗出てきました。いやいや、これなんかすごい、もしかしたらすごい田舎もんかなそれと、明日、明後日の次なんですよ、刺さって、刺さってでしょこの刺さっては全国的に通じないんですよ。ごめんなさい、打ち合わせ全くゼロですから基本的にそのまんま出してますよ普通ね、日本中ね、うん、明日、明後日、しあさって、三重県だけなんですよ、明日、明後日、刺さって、しあさって、みんな間違ってるんですよ1日ずれるんですよ、うちら刺さってって言うんですだ、あれ多分理にかなってません。だって明日、明後日、三明後日っていうことで刺さって、ほんで四明後日言うて四明後日やって、ずっとそれが正しい日本語やと思ってたんですよ。なんで四明後日なっちゅうて約束したら、あのみんなと一日ずれるんです。やっぱちゃんとした日本語これ伝えていこうや。本当ですよ、勤務が間違ってるから、多くがみんながほぼ、あとね、そのマスミちゃんがこの間投稿してて僕笑ったのが、うん、三重県人はヤンヤン言うんですよ、ヤンヤン、ヤン、あのこう食べよう思ったらなんか辛すぎてこう食べられへんやんっていう、こう食べられへんやんっていう言い方は大体するでしょ。これはね、三重弁ではね、食べれやんやんって言うんですよ。だからやんやんっていうのを日常的にやんやんっていうのをよく使いますよね。言わへん、
初めて聞きました。これね、三重県はヤンヤン共和国なんですね。これ山口県行くとね、あのチョルチョル、あのえじゃあチョルチョルやん、なんかしちょるやっちょる、いっちょる、チョルチョル、ね、宮崎行くとチャガチャガ言うんですよ。なんとかやっちゃがちゃが、まあ、悪くはないんやけど、でもやっぱり僕たちね、そのソウル、ソウル言葉っていうか全然滑舌脳がやっぱやられてる状態だと。英語が母国なんですけど笑ってるやん、見せ目がかぶってきたんでこれなんか非常に混乱した状態、今カオスやね、カオスですね、はい、まあそれはどこに今日行きたい、どこに行きたい、今日はもうあの竜宮に行きたくてですね、はやぶさに乗って到着したもんね、到着しましたよ、はやぶさ2ね、糸川秀夫博士、糸川秀夫先生がもともとはね、お弟子さんなんです、この赤塚さんは、ね、最晩年のね、10年間だから僕はロケットの弟子っていうよりもボケっとした弟子というねちょいちょいどころか普段の公演の中ではこんなんがちょいちょいなんですけど、今日はほぼそれがメインになりそうなんですね。そのね、どうしていっていいのか分かんないという、いやどうもせんとに、いや分かんない、いじりたかったらいじってください。糸川秀夫ってね、本当に面白い人で、86で亡くなったのが1999年、うんうん、もともと明治の一番割り生まれて、うん、飛行機屋さんやったんですよ。で飛行機が本当に好きで絶対自分で飛ぶ飛行機で、うん、ところがリンドバーグっていう人が大西洋横断者で、もう自分は先に来られて悔しい、うん、だ自分は飛ぶんと違ってほんまの飛行機作ろう、うん、で設計士になろう、でそれで飛行機屋目指して、で作った飛行機がね、一式戦闘機っていう、うん、後に愛称がはやぶさって言われる、陸軍のゼロ戦の次ですね。いやゼロ戦と別、1年後やな、ゼロで1やから、ゼロ型の次が1型です、ね、そうそうそう、後期2600年できたでゼロ戦、あなるほど、で97式戦闘機っていうのは後期2597年にできたから97式戦闘機、はあ、そうそうそう、で2600年、00すごいな、後期2600年、これが0戦、で0111にできたから一式戦闘機はやぶさ、なるほど、まあ後期とか普通に言おっしゃってるんですけど、お分かりいただけない方のためにちょっとあのまだ二口ぐらいの僕がちょっと、ね、ハイボールハイボールも僕の好きなトリスの濃いめをこれでいただいて、日々これなんですよ、ほんま日々これなんですよ、僕ねサントリーにしたらウォーリーがね、これやないとあかんねんっていう、そうなんや、僕は書くよりトリスが好きマジか、なんかだいたいね、夜この500を2本と350を1本が今の僕にとってちょうどいい量なんです。あの後期についてこ大事なところ、キュッとキュッとまとめるとですね、はい、まあ、日本はですね、こういつ始まったかって言いますと、まあ、これはまああまり日本の方々はご存知ないんですけど、うん、世界的にもちゃんと知られてるよ、ね、国々それぞれの国々みんな当たり前のごとく知ってることなのに、うん、誕生日で当たり前にあるやんね、人間がいる以上同じように誕生日、国もある、そう、うん、誕生日が、はい、これも初代天皇陛下の神武天皇がですね、うん、まあ2679年前の2月の11日にこの国を日本国とする、まあ当時は和の国というかな、まあ要するに国の誕生は2679年、キリストが生まれる660年も昔に日本は出来上がってるんですよ。その間一度も日本という名前が変わることなく続いている、世界で最も歴史を誇るオンリーワン、リッチリッチちょっと1分黙ってなさいこれ自分がやってたことされてるだけやそのね、あの2600、今年が2679年なんですよ、はい、なんで、79年前が2600年ということで、 そうだね、その時に、うん、ゼロ型戦闘機とい う, そ,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  うその話をなさってたということなんで、はいはいはい、一子相伝で今125代目の
天皇陛下までですね、世界ぶち切り1位ですよね。ダントツ。2番目がデンマークが1100年でしょ、それで2 3番目がイギリスで950年ですよ。足して2000年ですからね。あ、2番3番足しても日本の足元に及ばへんの。すごいね。そのなぜか日本はその国の成り立ちというか始まりを、うん、あの学校のでは教えないという、うん、教えられないようにさせられてるって言った方がいいね、ですね、まあ、今日も学校の先生も一人置いていてるんでですね、ここに来てる人は変な人なんで大丈夫です常にあの見てる人も変な人になってくれてるとねおいえというのがまあ後期ということで、2600年の、はい、そうそうそう、でも僕はあのゼロ戦とかの、うん、まあ、あんま詳しくはないんですけど、うん、もう何がすごいって、うんうん、あのブワーってもう、うん、扇風機よりもだいぶ速い速度で回ってますやん、ダイソンかあのプロペラがですよ、あれがブワー回ってる、うん、あの後ろから弾が出るんですよね。そうやね、それ計算してあの羽の間から弾が出るんですよ、20ミリ砲が、20ミリ砲が13ミリ、20ミリこっちやな、13ミリ間抜けてくる、だから全部計算、操縦している人の自分の目の延長線上に弾が飛んでいくと、要は命中率が上がるわけですよ。あれプロペラ当たったら飛行機落ちるからね。そうそうそう、全部計算して間抜けて弾が飛ぶね、すごいでしょ、すごい設計の力だと思いません、ね、あのフォルム見てください、あの R の美しい姿日本刀なんよ、ゼロ戦って。あの美しい姿を一気作るためにどんだけ苦労してるかっていうと、アメリカはこれはすごいけどこれ作ってたら手間かかるからって、アメリカグラマーまで直線、あゼロ戦一気作られない3機できるから、あ日本はねやっぱそういう民族なんだね、あ そこに一つ一つこう、うん、美しさと、美しさと、あだってもうゼロ戦アメリカの空軍の中に戦争始まった時に、戦争中に敵と出会って敵から逃げたらそれ軍法かけて死刑です、あ 戦場ですから。でも例外が2個あってん、うん、1個は雷が落ちてきたら飛行機が破壊されるから、ああ雷があったら逃げよう、うん、もう1個はゼロファイターが来たら逃げろよ、ゼロファイターってなんですか、ゼロ戦、ああゼロ戦に来ると思う、ゼロ戦には勝ち目がない、だって白人たちは黄色い猿が飛行機の操縦なんてできるわけないのに操縦してる、まして設計した飛行機どんなつまらん飛行機や、全然バカにしとった、ところが戦争始まったらみんな落とされた、アメリカの飛行機、あれやっぱフットワークも良かったでしょ、あのプロペラ1個でこれがそうですね、あの2つついてるやつはやっぱりこうフットワーク悪そうですもんね、僕みたいな素人が考えても、まあ、極限の運動性能とそれから火器の強さで、そのために何を犠牲にしたかっていうと防備なんや、全く防御はないっていうのは、日本には昔から侍は刀は持ってるけど盾は持ってないの、あ唯一持ってんのは刀の唾、あこんだけやで、これねこれだけ、もう切る一刀両断に切る、うん、でもかかってくるならかかってくる、受ける、それがゼロ戦全部出てて、でもそれを研究されて防御の弱さを徹底的に突かれて、あとはもう集中戦で落とされていくっていうのがあったんやな、まああの飛行機はどこの国も誰もできなかった。なるほど。そう。それを設計したのが糸川。それはゼロ戦の堀越さんで。堀越さんで。その糸川先生はゼロ戦に対抗する陸軍の戦闘機としてハヤブサを作った。なるほど。長引いたけど、そのハヤブサの名前を引き継いだのが太陽系探査機のハヤブサで。あ、う、あ、ん。これ公に言っていいのかな。いや。だいぶ公ですけど、ね、あ、ほんとにまあ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 なんで、まあまあ、若干オブラートあ、わかった、もともとね、その僕あの1号機のハヤブサの打ち上げは立ち会ったんですよ、種子島、あれは内野浦というね、宇宙観測、鹿児島、大隅半島、大隅半島の、そう、内野浦に発射基地があって、うん、そこの打ち上げ基地からミューロケットの6号機かな、でそこに、そこは糸川秀が作った発射基地なんで、うん、糸川先生の遺伝子がずっと残ってるとこなんで、そこは僕は入れるんです。種子島はね、ちょっと宇宙開発の違うグループなんで、うん、ちょっと派閥が違うんで、あ、そうなんですか、こっちは入れへんねんけど、その JAXA の種子島の方、あ、うちの裏の方は全然大丈夫だったんで、見せて、入らせて、入っていいけど、もし動いてるの見つかると
打ち上げ中止になるから絶対動かんといてねって言われてたで、そこのなんと発射台から340メートルのところに僕いるわけや、うん、これジャックさんの記録班の記録席なんで、うん、普通のプレス新聞記者は発射台から1キロ2キロ先なんですよ。340メートルのところでその打ち上げをずっと見守ってるわけ。すごいです。2時間前からそこに行って待っててカウントダウンして、まあ、10分前に花火が上がってで、あとはずっとカウントダウンして9、9、8、ね、5、4、3、2、1、0で火がつくんねん。火は瞬間的に見えんねん。で写真撮っても構えてるやん。すると音はね1秒間に340メートルやから、うん、ちょうど1秒後に来んねん僕とか。火がついて音を取ろうと思って1秒後に来た音で動けへんなんねん。ドーンバリ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 空が割れるんちゃうかなと。うわこの衝撃波良い子は真似したらダメですよそれあのロケットのそばに行くと危ないマジでそのね衝撃波もうその衝撃波立ってる瞬間に魂っていうかさ人間のこの心まで割れるんちゃうかなっていうぐらいさ音はうるさいとかじゃなくてねもう全部が全部が振動して何もかもがで光と音とその衝撃波でもうただただもう立つだけ目が追いかけるんやけどその凄さに無条件で涙出てくるねん。ダーって上向いて涙こぼれてきて 1段目のロケットに70トンの燃料入ってんねんな。70トンの燃料を70秒で燃やすんや。だから1秒間に1トン日産のマーチがね大体1トンやからね1秒間にあの日産のマーチ1台分の燃料燃やして打ち上げてで2段目火つけてで軌道に投入してで投入して軌道に乗ったんが確定して成功すると名前がつくんや。それまで探査機ミューゼス C っていう名前言ったんや。そしてその時に初めてハヤブサと名前がついたんや。日本中の人たちにどういう名前がいいですかって公募しとったんやけどほとんどの人たちが一番目につけた名前がねアトムっていう名前やったんや。遠いとこまで行ってね空を越えてだらだら欲しいのかなだらだらだら行くとだらだらもういいよお店さんこれはねウォーリー乾燥してるわここ蒸発してきましたかねそれでねアトムっていうと結局世界的に見るとアトミックボブ原爆なんや。だから原爆を想像させるあんま良くないんじゃないかって言ったんが伊藤海出夫の、まあ、直弟子の当時の JAXA の最高責任者の名前言わへんけど的川先生なんやな的川先生はいやそれはアトムは良くないだろうって企みがあんねん。先生愛してるやん自分の師匠を。何か伊藤海出夫のねこのすごい、だって世界でやったことない仕事をする、行って帰ってくるっていうのは今までね、アポロはやったことあるね、うん、月の衣装を持ってくる、うん、たかだかね、40万キロや、うん、地球の惑星から、うん、はやぶさのターゲットは3億キロ先やで、うん、そこに行って持って帰ってくるっていうのをやろう、うん、それは日本が初めてやるんやったら、うん、この糸川秀夫の遺伝子を受け継いで、うん、名前はなんか取って帰ってくるんやから、うん、鷹狩りみたいなさ、なるほどな、獲物を取って帰ってくる、このイメージで、ハヤブサはどうだろうかって言ったら、そうですねって言うしかないね、みんな。そうやろ、黒船でみんなどう思う、そうだろうって中村浜雪言うたら、そうですねって言うやろ、みんな。選択肢なし。いや、あるように見せかけて、実はない世界にハヤブサが生まれたんや。でしかもその後アメリカが見つけた小惑星、これアメリカの見つけた小惑星から命名権買うて、ん、名前つける権利買うて、糸川って名前つけてくれた。あ、僕の先生の名前や。
これすごい物語やろ、糸川秀夫が作ったせ、まあ、戦闘機って言うとね左翼が騒ぐんで、まあ、先生のね思いもこもったそのこれはねあのはやぶさの太陽パネル、うん、あれ羽やないからね、あの太陽パネルがない、宇宙空間の太陽パネル、あれ日の丸がバリバリ見えてましたね、あの日の丸の背負ったはやぶさが飛んで2年経ってターゲットの小惑星にたどり着く、うん、ですごいよね、70トンの燃料燃やして1秒間に1トン燃やしてそんだけせな上げられへんの、この地球の重力やんか、うん、それぐらいね引力圏から出るの難しいんや、うん、とか一回出るやん、出ると軌道に乗ると宇宙空間ではあれイオンエンジンがついてんね、イオンエンジン、うん、スーパーで買うてくるのちゃうで、イオンごめん、三重県の岡田屋言うてね、そうね、昔ね、ほら岡田屋言うてね、おばあちゃんとかも、そうそう岡田屋に買い物行ってくるわ、そうそう、ジャスコ言うたのにな、そうそう岡田屋がそのうちジャスコに買って、で、今やね、このスーパーのイオンで、もともと三重県の岡田屋やで、スーパーで岡田屋買って、ほんまにちゃんとやるよ日本のこと考えてくださいよ、岡田さん。まあその、何のあれ、イオンやね、イオン。イオンエンジン。イオンエンジン、世界で初めて実用化したのがそのハヤブサなんや。このイオンエンジンの力ってね、A4 の紙1枚、うん、浮かせるかどうかって鼻息ぐらいの力やで。うん、すごくない？地球から出るためには1秒間に1トンのさ、燃料を燃やして上がんのに、宇宙空間出たらさ A4 の紙1枚浮かぶ鼻息で飛ぶ、これ加速して加速して加速して1年間加速して秒速35キロ、秒速35キロは東京大阪間が15秒、ただそのスピードでもターゲットには足らんねん、足らんからあと最後に地球の力借りんねん、それね一回地球の引力圏に体寄せんねん、もし行き過ぎると引き込まれて燃え尽きる、もし方向間違えたら宇宙の木図や、針の穴をなラクダを通すぐらいのこのピンポイントちょっと通らんと思う例え話もうちょっと日常的にいそうな、なんか針の穴に三毛猫ぐらいにラクダ通るかな、あの飛ぶお前こと言うイルカにしようか、あそうしますぬるっとしてて通りそうだ、まあ、まあ、ラクダの5回通すからポピュッと通すぐらい感じのそのでもすごい確率なんよ、もうピンポイントピンポイントで1ほんとちょっと間違ったらさ終わる、その地球の力を一回借りて、地球の力ってこう自転の力をこう借りながら引力を借りて一回引きずり込ましといて、うん、でそのハンマー投げ分かるやろ、分かりますよ、このハンマー投げこうやって最後は地球にこう引っ張ってブンと放ってもらう、なるほど、これ16ターンっていうね、なるほど、スイングバイっていう、なんか初めていい話が出た、いやいや英語言うたらいいぐらいこのスイングバイでイオンエンジンでスイングバイを実用化した日本が初めて、初めてこの技術はね日本しかできへんの実は、っていうのは他の国は例えばそういう時にこの軌道に乗せる時に、大陸横断道 ICBM っていうミサイルがあるんだけど、そのミサイルの技術を使うことは許されてる、うん、日本は軍事的なものを一切禁じられてる国なんで、うん、その軍事的に使えるものミサイル的なもの一切禁止なんですよ、禁じられたものの中でその何ができるかっていう中で編み出したのが16ターンなんや、はあ、すごいでしょ、すごい、それを通してブンって掘り投げて2年間一人ぼっちでターゲットに向かってわずか540メートルで、こんなちっちゃいさ小惑星なんでそんな小惑星で行くと思う、おもろいこと言おうかなと思ったけどちゃうかなと思って、いや、ちごってもいいからさ、あなんか、うん、こう、地球の、うん、46億年前の地球誕生の時の状態と非常に似たものがあるのではなかろうかという、いやすごいすごい、そんな感じですか、そうそうそう、え
その記憶は実は地球の中でもないねん。なぜかっていうと丸い惑星あるやん、地球、金星、火星って。それなんで丸いかっていうと太陽系できた時にいっぱい星のかけらが集まって、その星がずっと集まっていくうちにギューって寄ってくると引力ができて圧力かかってくると熱がかかって溶けてしまうねんな。で溶けて回り始めると丸なんねん。丸い惑星っていうのは一回溶けてしまってんねん。だから地球ができた時からの記憶は地球にあんねん。フミヤ菌が生まれたんは生まれた後からやん。前の記憶はここにはないねん。ないないない。どこに調べ、おかん調べよって話やな。なるほど。それを言いましょう。おかんから出直せとか言われましたもん僕。その方がいいよ。お前一からより、もっと昔のおかんから出直せ。それを調べるためにはおかんの前に行かなかったねん。なるほど。で地球の前ってどこにあるかっていうと、バラバラになってたちっちゃい小惑星、それは引力のない星、無数に散ってるちっちゃいちっちゃい星、雷星みたいな。あ、そこに行けば、そういちいち映像が出てくる。それを探してそこにあるものを持ってきて調べたら、そしたらそれは地球が地球になる前の、もともと地球もこれやったから、これが集まって地球になったから雷星でしたからね。でその前のおこしを調べに行こうかっていうのに3億キロ飛ばなあかんねん。それをたった540メートルのターゲットに向かって3億キロで、そこに2年間かけてたどり着くけど、たどり着いてもよ、電波というのはまあ光と同じ速さだ、電波は。光と同じ速さの電波使っても、おいはやぶさって声かけて聞こえるまでに15分かかんねん。あ、何ですかって返事くんのに15分やろ。会話に30分かかっとるとこれコントロール不可能やん。だからある程度のとこから全部自分でやってねって話なんや。だから自分で考えて、自分で想像して、自分でイメージして、自分で何するか考えて、それでやるん。はやぶさが、はやぶさが、だから自分の生きてる、まあ本当に生きてるロボットやねん。それがはやぶさの1号機やったんや。ところがね、はやぶさ着陸までうまくいってんけど、そこで1回失敗してて、気がついた時にはこっちで分かった時にはだいぶダメージ受けてた。ようやくもう1回チャレンジさせて、それが結局ね、取るための土を取るための弾を撃つのがやっぱりそれできひんかってな。いろんなトラブルあってんけど、でもはやぶさやることはなんとかやって、これから帰るってなった時に着陸の時に傷がついてな、燃料が漏れてな、これ燃料がちょっと漏れただけで致命的ってわかるでしょ。鼻息で35キロですよ秒速。この世界ね、ちょっと漏れたらもうぐるぐる回って、回るともうアンテナが地球に向いてないと会話できひんねん。で、行方不明や。今まで人類の史上、人類の宇宙開発の歴史の中で一回見失われた探査機、人工衛星で見つかったことは一個もない。不可能な、だって太平洋の中で一個の砂見つけておいでって、そんな無理やろ。でそこで僕はね、もうはやぶさの旅は終わったと思ったよ、あの時。さっきも名前出した的川先生に電話して、はやぶさどうなったんですか先生、大丈夫ですか。いや勝塚さん、もう褒めてやってくれよって、ここまでやったじゃないか、ここまでやったはやぶさはもう十分だと思うよ。世界の誰もやったことのないことを4つも1つも成し遂げて、次にまたつなげればいいじゃないか。いやそうですか先生、そうなんですねって言ったけど、実はチームリーダーはね諦めなかった。すごかったね。あのね、NASA になくて日本の JAXA、 ここにあるもんなんやと思う。 NASA になくて JAXA に、 NASA にはなくて、 NASA って、ね、アポロ作ってるあの宇宙開発のさ、世界の頂点の NASA、 NASA にはないけど JAXA にあるもん。これ JAXA になくて NASA にはもういっぱいあるわ、めちゃくちゃあるわ。ところが NASA にはないけど JAXA にあるもんってなんやと思う。雷起こし似てるけど違う。
何で似てるかって最初の2文字が合うてるからや。神神棚。神棚神棚。ええとこ来てんねん、みちゃん。冴えてるって言われます。いやいや、前から冴えまくってるやんか。この神棚をみんなすごく大切にして、ずっとね、博士たちが祈ってきたんよ。でも祈るだけで終わってる人いっぱいおるけど、あとは祈りながら行動し続けた。みんな諦めるやん。でもね、はやぶさに呼びかけ続けた。何の返事もないのによ。一万何千回、今日も返事ない、今日も返事ない、今日も一万何千回。そんなある日に、はやぶさの返事来たんよ。間違いなくはやぶさの波形やった。これすごいよね。だって僕たちって日本人っていうのは物に命を吹き込む民族なんですよ。その時に一緒に飛んでいったはやぶさに対しては仲間であり同志であり、もう物として見てない。命のある一個の生き物として、はやぶさ、はやぶさくん。そしたら彼が返事し始めた。どうなってんねん。返事を一個一個聞いてるとぐるぐる回ってる、こっちから15分かかって話すんやったら、この帰ってくるタイミング見て、このタイミングやったら聞こえんねやなって割り出せるわけや。あ、15分前に声を出したら聞こえてるやろ、でもイエスかノーしか言えへんなって分かるねん、うん、ギリギリやから、うん、じゃあ体温は何度から上かって聞くと、返事がなかったら上じゃないんやなって、こう読み解きながら、一個一個さ、一個一個聞きながら、はやぶさを一個ずつ聞きながら、体勢を立て直すのに3ヶ月かかった。そしてはやぶさはようやく体勢を立て直して、いよいよじゃあ地球に戻れる、その体勢が作れたなって言った時には、宇宙の景色が変わってんねん。なぜ？星が動くから。そして地球の軌道に、再び、再チャレンジできるのにあと3年かかる。地球の一番近い、だってそんなめっちゃ遠なってんのに飛ぶの無理やん。もう一回地球が一番近い時にはやぶさがそこからスタートするためにはあと3年待たんだらんけど、当時は民主党の政権員、岡田さん聞いといてよ。民主党の政権やねん。で、一番になるのは意味がありますかとか言う人がいんねんな。女性の方でおっしゃってましたね。連邦って言わんといてよ。あ、微妙にずらしたね。ごめん。まあ、それでその時文部科学省のね、文科大臣が田中真紀子さんか。ああ。で、それに新幹線で隣が座ったことありますよ、俺。まあ、なんであんたって言ったの。これ喋りすぎて降りなあかん駅通り越してしまった。本当に。ほんまに。仲良しになった。いや、もう覚えてられへんと思うんですけど。いや、覚えてるよ。通路挟んだこっちやったんですよ。それほいもう通路越しに僕、マコさん、マコさん喋りまくったんや。ほんで、裏沢で降りなかんのにもう、まるっきり忘れてしまってて、ほいで、長岡も出てしまったんです。で、公演に10分遅刻したんです。こんなふみやきんですよ。でもね、そんな人ですけど、当時文科大臣だったんで、そこから予算もらわんと、はやぶさの運用できへん。終わんねん、お金がないと、いるから、ほんでね、川口さんのチームリーダーはもうどんな計算したんやろね、はやぶさが見つかって、はやぶさが帰ってくるためにその可能性は60何パーセントありますから、そしたら、お清めですか。毎晩飲んでる味をまたこの昼間から、いや、これ昼やと思ったら間違うねん。あれ、赤塚さんビールでいいの。これでもだってもないもん。今ちょっと聞きました。おみき2号そうそう、はやぶさ2号の話だったから、おみきも2号にしようかっていうことです。でも4号便やと思います。まあどっかの昼は昼間、夜は昼間とか言うとあるからな。けど僕たまたま昨日一昨日ぐらいに、ある飛行機の中やったかな、こう音楽聴いてたんです。あのついてるやつあるじゃないですか。 あれの中で、すごいなんか心に残る歌詞があって、もう歌手の人の歌ってる人の名前もわからんし曲名もわかんないですよ、でもね、その歌詞だけがカーンと頭に入ったんですよ。それね、なんとね、地球がなんで丸いかっていうと、隅っこを作ると寂しがる人が
できてくるからっていう箇所だ。ちょっと今なんか泣きそうになっちゃう。ちょっとキュンとしますでしょ。なんかね、なんで丸くシワになってるかっていうと、なんかこう角があると隅っこができて一人ぼっちになってしまう人が出てしまうとダメだから神様は丸く作ったんだよみたいな、そういう歌詞だったんです。まあ、さっきのこう、ね、地球の自転に合わせてこういくっていう、溶けて回って一回惑星の形ができるっていうものを詩人たちはそうやって解いていくんやんな、ね。でもやっぱそうやって生きてきて人間がそういうふうに感情を持ってそんなふうに伝えていくっていうところに来るまでにも命の物語があるやんか。命の元ってさ、どこにあるのかってやっぱ星のかけらからできてるんや、僕らもな。なんかその元の星のかけらの元の音って何やろって探すのが科学者なんや。またこの神話って何なんやろ、この本当に物語が何なんやろって、これは文学者やったりするやんか。全部同じことに向かっていくんやったらみんなが認め合ったらいいよね。みんながね、同じ風にね。そっちはもううんこして返事が今ええ話してんのお前、星のかけらの話してんのになんでうんこの神持ってんの。いやいや、もうこんな世界すごいロマンチックモードでしたね。いやいや、もういや、早草どこまで行ったんや。早草さん今見つかって、一回でも帰ってくるとに3人さんって田中真紀子や。そう長岡で長引いたんですよ。それの真紀子さんにでも本当にこうやって来る確率がありますよっていうのを、うん、必死のパッチで早草助けたいから、うん、出して、で分からへんやん、そんな数字も計算も、うん、まあやっていいわよみたいな感じでね。軽い。それで3年間はやぶさを待たせたっていうよりも運用してさ、そこで地球に近づくまでずっとはやぶさを行かせ続けて話し続けて、そしていよいよ地球の軌道が近づいたんで、よし今からもっぺん4エンジンに引き付けようか。ところがさ、そこまで耐久年数が計算しないの、4エンジンって。だいたい行って帰って4年やからさ、そんな計算で作ったエンジンが今から作る、最初に1個壊れて4つあるうちの3つがさ動いてたんやけど、その1個だけなんとか動いたエンジン使って飛ばしてたんやけど、それがもう壊れたんや。これでもう万事休すやんな。とてもや、これでも終わりや。ここで早草の物語は終わりだったはずなんやけど、うん、これがね、やっぱり NASA と JAXA の違い、もう一個あるのは NASA って膨大なお金があるから、うん、もうものすごいお金でいろんな企業の機械、そしてまた資金を使ってものを作る、うん、JAXA 金がない、うん、日本はそういうものに対してお金出さない、うん、あとはもう町工場と一緒にさ手作りでさ、うん、博士たちが作ってくんねんか。イオンエンジン作ってた国中さんっていうさ博士は、高校の自分からさ宇宙やりたくて、エンジンやりたくて、ずっとイオンエンジンの研究してきた人が今回イオンエンジンの担当で、うん、なんでイオンエンジンって、イオンっていうのはプラスとマイナスのこの粒子の組み合わせでガスになって吹き出す、このキセノンガスの噴射を利用するんやけど、プラスは動いててマイナスは死んでる、マイナスは動いてるけどプラスが死んでる、どっちも半分は生きてるって状態でも止まるんねんな。それをこのエンジンのここのプラスとこのエンジンのマイナスをつないだら一個で動きますよって国中さんがチームリーダーの川口さんに言いに行くねんけど、基本的に人工衛星にしても探査機にしても一個でも部品を余分に詰めへんねん。1ミリグラムも余分なもん作れへんねん。そいでそいでそいでやから、でそんなもん初めからそんな余分なもんつけられへんから、じゃあ次はもし次やるんやったらそれをね教訓にしてそういうエンジン作ろうよって言ったら、ごめんなさいバイパス作っといたんですって、その線つないであるんです、部品つけてあるんです、つけてやったんです、その部品つないでいいですか、その繋いだ部品で動かしていいですかって、マ
マジかお前、そんなことしとったんか。つないでみで、責任俺が全部取るから、つないで動いて、その動いたエンジン1個動かして地球まで帰ってきてん。地球までようやく帰ってきて、カプセルを地上に投げ入れんねんけど、投げ入れるカプセルの中にはその糸川のさ、砂が入ってるやん。熱が加わると地球が生まれる前の記憶が消えるやん。溶けたら同じになるから。なぜならさ、大気圏の空気にぶつかるとさ、摩擦熱ってさ8000度になんねん。太陽の温度が6000度やから、太陽より熱いんだよ。どうするかって、あのカプセルあるやんか、あのカプセルって自分で熱で自分で溶けんねん。あーって溶けん。え、カプセルが、カプセル、外側のカプセルの外側溶けてくねん。ザーッと溶けんねん。溶けることによって熱を奪うねん。あのこう注射するときにさ、はい、塗りましょうねって、ヒヤッとするやろ、気化熱って言ってさ、蒸発するときに熱奪うねん。全部自分のカプセル、自分で自分溶けようねん、わーって、で溶けると中が守られるから、カプセル自体が溶けるようにできてんねん。で溶けながら熱を守って、中を大切に守っていくねんけど、これはそういう計算や、本体にはないわな。だから最初にハヤブサのミッションは、地上にいて投げ入れたら、永遠の旅におっぱい出発するやん、もう永遠の旅に行って、死なんように、けども力がないねん、7年間60億キロ飛んできて、60億キロ、もう無理、最後に地球の写真を送って、地球を見てくれって、地球の写真を送って、で本体はさ、ブワーって燃えて死ぬねん、これがハヤブサ1号機、でウルメーラーってオーストラリアの砂漠にもうピンポイントで落としよった。でもね、このハヤブサの、まあ僕の大親友のハヤブサ、オープン糸川と名前がついて、でハヤブサっていう糸川先生が飛行機の名前がついて、で旅してくれて、もうほんまに7年間60億キロ冒険の冒険をしたのに、ほとんど日本人あんまり関心持ってへんの。でこんなすごいことを世界中がすごいって言ってんのに、みんななんか芸能人のスキャンダルとかなんかね、つまらん記事ばっかり言ってさ、もうちょっとみんななんかすごいことを焦点合わせた方がいいん違うかな。マジで。確かに昨日も、僕の友人がやっぱりその台湾がね、とても親日だという話は有名ですけど、あの被災地 の、 あの南三陸に、あの新しく病院ができたんですよ。で55億円かなんかかかった病院の建設費用のうち、ぜひとも台湾にも少し力を出さ、あのね、協力させてくれっていうことで、台湾から病院建設のために22億届いたんですよね。55億のうちの22億でも、テレビ新聞でほぼ報道されてないですね。シナが嫌がるからな。え、そうなんですよ。そうなんですよ。ほんまに台湾って素晴らしいよね。ね、本当に。でもそういう報道が全部正しいと思ってる、まあ全部とは言わんけど、正しいと思ってる率の一番高いのは実は日本なんです。で世界で統計取った時に、メディアが報道したものの正しいって言ってる人の確率、まあ、割合が 74% の日本が、ダントツで一番なんですよ。で一番低いのが 17% の国、イギリス、まあ、それもどうかと思うんやけど。でもやっぱりね、誰かが言ったことを鵜呑みにして、それが事実、真実って言ってるほど怖いことがないねや。ただ僕の娘が17年前かアメリカに留学行ってんけど、その時はもうどんな試験も、どんな留学試験も簡単に行けるぐらい誰も行かへんかって、なぜならその前の年にニューヨークに飛行機が突っ込んだとか、テロがあったとか言って、で大騒ぎしてて、ほとんど誰も留学に行かへんかって。僕はそれも怖いと思ったん、同時に日本の中で修学旅行に行く飛行機が
修学旅行に行くのも中止するっていうの、そんな学校いっぱい属してるわけ。そう、あの時ね、沖縄に行く修学旅行は飛行機が危ないからやめましょうとかさ、なんでそんな人の声聞くんやって、なんでそんな人が言うことを正しいってみんな言うんやって。僕はテロよりも怖いのがそっちやと思うねん。考えてみ、その当時のアメリカって絶対世界で一番安全やって。で、日本の誰が狙われんの。もうちょっと真面目にしっかりと本質見ようよ。まあ、新聞を見てそれをどういうことかなっていうふうに考える癖が日本人はあんまりないないな、これが本当やと思って、ね、僕の師匠の糸川秀夫は新聞で信じていいのは日付だけだよって言ったよ。新聞で信じていいのは日付だけだよって。その話を一昨年かな、ハワイ移民150周年記念っていうね、150年移民の記念の講演に呼ばれて、オアフ島で日本人、まあ僕は英語でも大丈夫なんやけど一応日本語I have a pen 一応日本人の会に行って、そこで日本人に話してこんな話ね、うん、新聞で信じてんの日付だけどよって話したらさ、一人はすいませんすいませんって手を挙げて、え、何ですかって、アメリカは時々日付も間違いますあ、海外で話すとそれ多いですよね。喋、ね、ってる最中に手上げちょっとすいませんみたいな手上げる人本当多いですよ。ドキッとするからやめてくれだって疑問を感じたらその時に聞くもんだという常識があるんですよ、ね、そう僕らは黙って聞いとけみたいな、ね、日本人は途中で手上げて話止めるなんていうことをする人誰もいませんよね、うん。まあ、それは良し悪しじゃなくてね、何が正しい悪いじゃなくて、なんかそれいい感じやったら OK かなとは思いますよ。それはね、どっちがいいか悪いかではないような気がします。早くさんの話は大体こんなぐらいでいいかな。あ、で、まあ、とにかく3日か4日前ね、早くさんの2号機が着陸したのは6メートル半径3メーターのその空間に彼はたどり着いて、でしかもそこでちゃんとサンプル取ってる、きちっと。でしかも次には表面はね、結構宇宙の風とか紫外線、太陽光当たって風化してる部分があるね、それ爆破して中から取ってくるんです今度は。すごいでしょ。それを次やってサンプルリターン、これをサンプルリターンして地球に帰ってくる旅が次始まるんで、ぜひ皆さん2年後ぐらいですか、ね、東京オリンピック終わったあたりやな。世界の誰もできなかった、これをコツ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 積み重ねて本当にすごいです。だからこれを僕たちもっと知ろうよ、ね、はやぶさの一番のことは映画で3本になってます。だからぜひ見てください。西田敏行さんが的川先生の役をやって、糸川秀夫博士も本物出てきます。 実在の人物として、当時の映像がね。で、あと、まあ、架空の人物で竹内優子さんが出てきて、その映画がハヤブサっていう映画になってます。で、渡辺謙さんが出てる映画とか、あと藤原竜也さんが出てる映画はあんま見なくていいですこっちは、はい、これはこっちので、ジャックさん切っていいからねその、まあ、僕の糸川先生が出てて、それから西田敏行さん、敏行さん出てくるその映画のハヤブサが打ち上がっていく瞬間の発射から、その上がっていく映像は実像、それが JAXA の宇宙班の記録班の撮った写真で、その映像を撮ってるカメラの横に僕がいましたから、はい、だ僕の見てるハヤブサが上がっていった。ハヤブサ君がすごいでしょうね。1秒間に1トンの燃料を燃やすんでしょ。1秒間に1キロ秒速1キロ、それで花火の三尺玉とは違う。いや三尺玉は天候と花火に見えんねん。三尺玉目の前で見てもだいぶ感動しますよ、僕花火好きやから。そらでっかい花火やで、ロケットは1秒間に1トンでしょ。1秒間に1トン、すごいでしょ、マジで。いや、もうね、なんかあのロケットのああいうやつの発射の
それを目の当たりで目の前でリアルに見たいっていうのだけは絶対一生の間に行きたいです、ね、ああ、イプシロン見る、イプシロン、え、そう、近々あるんですか。ある、イプシロンってね、ミューロケットの後継機で、ちょっと小さくなったけど、保険燃料ロケットがうちの中飛ぶから。あ、そうなんですか。見に行こう、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 早めに行ってください、早めに。俺もそう、日程決まったら行こう、行きましょう、行きましょう、ね、いや、絶対行こう、どっか行こう、ね、絶対行こう、行こう、それを体感したいですよ。そっと行こう、みんな来るから。そうね。これ340m で動いたらあかんでしょ。動いたらあかん。動いたらあかんけど、ギャグは言うてもいいんですか。いい。ギャグを言うとあかん言われたらもう無理ですよね。そう。はい。待ってる、リプシロン。それぜひ、もう来たい。行こう行こう。三尺玉より面白いよ。そら。もうね、日本で唯一四尺玉っちゅうのが上がる花火大会が新潟県の片貝ってところであるんですよ。ほんま、これの花火の四尺玉ですよ。ほんま、あれで相当この産毛もぶわー揺れるし、ちっちゃい子供泣きわめくし、ミシタルイプシロンを、イプシロンロケットミシタル。それ見た直後もう、まあ、毎日の公演テーマイプシロンになりますわ。なるなる、ね、すごいよ。みんなも見たらいいですよ。これは本当に人間が作った最高の乗り物ですから。生で見たい、生で見たい、いや、ぜひ、絶対行きます、絶対行こう、行こう、誘う、誘う、見たいね、エプシロンな、ね、応援に行こう、行きたい、すごいと思う、あんな大きなロケットやけど、もともと糸川先生作った23センチの小さい小さいね、ペンシルロケットこんなんやで、みんなバカにした、なんやそれって、なめてんのかって、でカウントダウンしてこんなちっちゃいロケット横に打ったんよ、うん、上に打ってやろう、なんで先生上に打たへんなんて、上に打ったらなくなるでしょって、横に打って砂山に打って何回も何回も使ったんよ、うん、で1メーター置きに輪っかに和紙を貼ってニクロム線貼って電気通してパーン破ってくんねん、1メーター置きに、うん、そうするとこれが切れて飛ぶと電気切れるやん、うん、止まった時間計算と速度が計算できんねん、で放物線が分かんねん、で十字路が消えてると回転分かんねん、発射するまでのデータ全部取ったんや、ペンシルロケット。だからアメリカにワシントンにスミソニアン博物館っていうのがあって、そこに日本人が作った宇宙開発の、まあ宇宙開発に関するもんで展示されてんのは秀夫糸川の23センチのペンシルロケット1個だけや、僕たちは日本人ってね、こんな民族なんや、工夫、お金がない、物がない、でも知恵はある、そして手があって、技があって、生み出すための歴史がある、うん、それを作って世界に挑戦してきたよ、うん、それがゼロ戦であり、ハヤブサでありペンシルロケットや、うん、ここにもう一回戻って、こっから世界がね、日本人すごいな、日本人で誰も喧嘩せえへんやん、うん、絶対侵略も誰にもこう暴力したりせえへん民族や、うん、だからほんまに日本人にきっちり、まあ、すごいな、学んでほしいなっていうのを思い出すために、まあ、日本のことを悪く言ってる最大の国が実は日本なんや、うん、その日本が目覚めて日本のことをほんまに大好きに、まず日本がなったら、その日本のことを世界は間違いなくすごいな、でこの国のその炎が世界をやっぱり照らしていくしさ、その炎はね、おそらく世界の豆苗大希望になるよ、うん、僕はそう思うね。その JAXA に神棚があるっていうのが嬉しい話ですよね、うん、それってやっぱりな、日本人やろ、うん、なねえ、ほんま何が来てもどんだけでもいけるんで、うん、まあ、神棚話から OK OK 神棚話から OK 神棚 OK神棚で、じゃあお題は神棚、OK、はい、どうぞ今日僕終わったらこの後落語行くんですよ、ちょっと。どこへ？日本武道館。武道館で落語すんの？武道館で落語すんの。誰？志の輔さんとか、立川志の輔さん、さだまさしさんとか、
ダンシュンさんとか、なんかね武道館なんか改装工事入るらしくて、その今の武道館のなんか最後の、まあ、一つのなんか落語カフェとかいうやつの何十周年かのイベント、赤目高やな、え赤目高、赤目高さん、え違う、ダンシュンさん、赤目高っていう演目を本書いてた、あ本、まあいいよ、置いといておいて、ね、いてごめん教養が邪魔すんねんあーもう嫌味な男だごめんごめんちょっと合わせるからごめん、いやいやいや、それで本なんやテーマ神棚、神棚、神棚、神様、じゃあ一世の話しようか、え一世、一世、伊勢、あ伊勢、ああ伊勢、はいはいはい、伊勢。だそもそもの文明さんとの出会いは、僕前からもちろん高尾のすごいねあちこちで本名前も聞いてるし本も読んでたし、一回会いたいなって思いながらもなかなか会う機会がなくてね、日本中講演しまくってるしさ、いやどうやったらええんやろな、でもまあ黒船に行ってもまあおらへんもんな、あんまいませんね。ねえ。で家にもいませんしょ、ね、でどこにいんやろな、でも会ってもな、なんかこうちょっと話できんのかなって、まあ、思いながらいたのはいたのさ、でもところがね、僕伊勢の修行団に中山康夫先生っていう、まあ、これもともと社会教育のグループで110年ぐらい前から、うん、日本の国が本当に怒ったらダメだ、謙虚性忘れたらダメだ、日本は本当に世界のお手本になる国だから、その国が美しくあるためにどうしたらいいのかっていうのを叫び続けてる、まあ、その人を渋沢栄一っていう日本を近代国家に結びつける大資本者やな、まあ、その日本の中心を作ったような資本主義の元になる人がサポートしてた、まあ、だからすごい人が福島から出て蓮沼文造先生です、でその先生が伊勢に道場を構え、その蓮沼先生の秘書をやったのは中山先生のお父さんで、そして中山先生がそこに立って伊勢の道場長として、伊勢の父と言われて、伊勢の父、まあご縁あって中山先生と出会って、中山先生から伊勢のことを教えてもらいながら、日本の魂をこう教えてもらいながら、たびたび赤塚さん、中村文明さんに会うたかって言うねん、いやお会いしたいんですけど、お名前ももちろん聞いてますけどなかなかお会いする機会がなくてね、赤塚さん会うた方がいいよ、そんなことね言う人いなかったんですよ、なんか誰かに紹介するとか、その作為が全くない、まあ、作為は臭いですからね、その臭みの全くない、だから本当自然に、また会うと中村文明君に会うたか、山田お会いしてないんですよ、で結局ね先生亡くなってしまうんですよ、お会いしてる間に文明さんに会えずに、ああそうかって思いながら、僕先生に受けた恩をなんか報いることってなんかできるんやろかと思いながら書き溜めた文章をこれ一冊の本にして先生に捧げようと思って、先生を忍ぶ会のために何か先生にしたいと思って書き上げたのが、まあ、大和人への手紙っていう著書があるんですけど、まあ、その後書きにスメラの道、天皇と日本の本当の姿につないでくださった中山康夫先生に捧ぐって書いて、その文章を書いて、まあ、本を書いたんです。ただその時にね、僕、まあ、共通の友達なんですけど、近藤真澄さんっていう人が、まあ、僕の時に、赤塚さん、私は本当に心残りがある、中山先生が来てる間に赤塚さんを文明さんに会わせられへんかった、私はこれはこのまま放っといたらもう辛くて、これ了解できへんから、赤塚さんごめん、絶対時間作って四十九日までの間は中山先生の御霊は遠いところに行かんとそばにいてくださるから、その間に文明さんに会うてって言う、分かったよそんなこと、俺会いたいけど会えへんかったやんか、私なんとか絶対するからって言って、
全く同じだったんですよ、うん、中山先生が会うたびに赤塚さんに会ったかって、いや、あ、早くさん2号が届きました、これ3億光年向こうからですね2号機の着陸地点は竜宮です全くね、全く同じことを。でも中山先生って本当におっしゃる通り、その作為とか企てというものが一切ないんですよ。ないないない、もう僕はもうね、何を尊敬というか見習いたいかなと思うかって尋ねられたら、僕言いたいなと思うのは、自分から何かを決めるということはしないということを、これだけはもう学んでます。徹底してたね、徹底してたね。例えばさ、政治家の先生が伊勢に来るの、まあ、結構高名な政治家の先生が来て、それで中山先生に参拝を一緒に行ってくださいって言うやん、うん、その人通りたいわけや、うん、もちろんそうやろ、神宮に行って一緒に行ってくださいって当選したいから行くんやんか、うん、そしたら中山先生はその代議士に向かって絶対通りたいとかそんなんやめてくださいね、うん、お祈りはいい風になるようにって祈ってくださいねって言うのよ、うん、いい風になるように祈ってくださいね、いいですか、うん、だったら私は一緒に行きますって言って、うん、三垣内に行って参拝するの。で、後で、あの人が通る風がいいなのか、落ちた方がいいなのか、どちらがいい風なのか、神様が決めるからっていうね。こちらからね、何かすることじゃなくて、で、全部それはいい風なんだよっていつも言ってくださった。まあ、それ分かるでしょ？作為じゃないよね。私がこうしたいを通してくれるのはご利益だとしたら、それは違うよっていうのを、ずっと教えてくれた、そんな先生だったね。なんで、まあ、ここにもうちのウォーリー君いますけど、よう言うよね、なんか、うん、いや、こんなことしましょう、あんなことしましょうっていう話があいつはようするんですよ、うんうん、で仕事やから、考えることもとても大事なことなんやけど、うんうん、わかるよ。我々言われると、僕ね、先生がふと出るんですよ。いや、もう企てることやめようよ、ね、自分たちから物事考えることやめようよって、俺はもう天意のもと、もう上が喜ぶかどうかという、うん、もうお導きの中で生きていこうということが、言葉を変えるなら頼まれごと、試されごとなんですよね。まあ、2号のあれですね。ましお見聞きやから、それを本当に、だけど、うん、赤塚さんおっしゃる通り、うん、僕も本当に何遍も、うん、赤塚さんに会うたかって言って、うん、いや先生ちょっと縁がないんかな、今のところなんかどうも会うあれがないんすよね、めっちゃすれ違ったりすんねんけどね、うん、会えへんねん。これでこれもでも考えるんですよね、僕から会いに行くということを、うん、こう能動的にやる方がいいのか、うん、最高のタイミングを待つ方がいいのかとか考えたんですよ、うん、僕もいろいろ、うんうん、だけどなんか会うときは必ず会うんだからっていう思いもあるし、なんでその作為はいらんかななんて、うんうん、そう思いながらですね、うんうん、でも言ってたら先生亡くならはって、そう亡くなったんよ、うん、でもあの時もね不思議やったんですよ先生、あれ3月の10日ぐらいだったかな亡くなったんね、その一月も前じゃねえか2月の20日ぐらいの時にたまたまね、うん、先生だいぶ具合が悪そうだというのを、うん、違う人に連絡するつもりが、うん、なぜか間違えて僕のとこへかかってきたんですよ、うん、なんか連絡が不思議やな、でね、うん、これ間違い電話にしても、うん、どういうことなんですかって言うてから僕もうとにかく少しの時間やけど伊勢帰ろうと思って戻った時は、うん、もう先生ねもうほとんどこう喋れんかったですわ、うん、あそうか、もうほんまに最後の最後やったんですよ。ここで行ったら、でも僕の顔見てそのもう涙をためながらこう手握るんです、うん、でその時ね二言だけ僕に言ったんですよ、うん、でそれの一つが、うん、北海道の、うん、丹野っていう町あってね、北見のちょっと隣なんやけど、うん、そこの丹野の修養団のことをすごく応援してくれて一緒にいろいろやった、すごい僕2回も3回も講演行ってたんですよ先生、それがなんかすごい残ってるみたいで、あそうなんや、文也君堪能を頼むよ、堪能を頼むよっていうことを一つは言ったんですよ、うん、でもう一つは赤塚さんに会うたかだったんですよ、はあ、あの虫の息で赤塚さん会うたかって言ってきた時、いや先生ごめんってまだ会えてないって言ったら、それでも何も嫌な顔もせんとね、あそっか、うんって言いながら
目閉じてはって、でもそれが僕最後やったんです、先生と。なんかね、人の出会いっていうのは行き先を超える、うん、思惑を超える、うん、でタイミングがある、で作為を超える。なんかね、やっぱこういうで、今日も昨日もね、講演してたでしょ、実は春日部でね、うん、でふみちゃん2時間半話して、僕2時間話して、でもなんかあんまり絡むこともなくて、うん、ああ、ふみやきさんとこう絡みながら話したいなって、うん、昨日お互いに話して終わったんで、うん、できたら一緒にこういう舞台に立って人の前でなんかこう2人がね、新しいもの作る場所を、だって全然違うけど異質なもんが交わると新しいもん生まれるんで、そんなもんができるような、そんな会話ができる場所があったらいいよね。本当に講演もすごい感動したし、もう自分も精一杯話したけど、それ以上のことがもしかしたらできる場所が、場面が作れるんちゃうかな。神様、もし次できるとしたら2人が交わって会話をしながら、で会話だけでなくてこういう場を持って、そのエネルギーが新しくなんか次のもん作って、人に何か立ち上がる命のエネルギーをほとばしられる、ほとばしるようなものを、伝わるものができる場面が欲しい、中身さん頼みますよって言って言葉にしたのよ。でボーリーから電話、何今日赤塚さんもう今東京、まだ東京ですか、東京にいるよって、あの午後大丈夫です、なんとかできるよ、あのエバラって分かりますか、だって分かるよ、この隣町にも5年住んでたから畑の台に、収録なんか分からんけど、文明さんと話してもらえますか、今それ神様に頼んだんで行くよって。ちょっと計算違いはもう飲んでたというそしてそれが今も続いてるという、神様の計画。僕ね、人見知りで気がまあ強い方ではないのででもね、もうそれもう出来上がってしまってた状態をもう落としたら申し訳ないんで、今精一杯維持しながらやってますよ先生が亡くなられて20日後ぐらいですよね。じゃあな、19日までやもんな、3月の末やったんちゃうかな、4月の頭やったかな、真澄ちゃんのあれでなんかあの赤塚さんのところのお家へね、あのログハウスの方の家へ行かしてもうて、でお昼奥さんのちょっと昼飯食おうかご飯いただきながら、まあ僕も全然わからんかったんで、まあ初めてお会いして初めてお宅にまでお邪魔してね、あんま長いこと長いすんのも申し訳ねえやろうなとか、まあその日のうちにまあ東京に行く予定だったんで、まあちょっと2時間ぐらいご飯一緒にいただいて、だから中山先生の話なんかで中山先生忍んで、で僕はまあ行くぐらいの感じかなとふと思いながらも、そう言ったら何が最終電車まで僕喋った8時間以上ほんで東京駅着くまでもう名古屋から東京の間の新幹線の中で別に悲しい話したわけじゃないですよ ね、うん、で中山先生忍んで、うん、泣いたりしてるわけじゃないですよね、全然違う違う、うん、でいやこんなおもろいおっちゃんなんやと思った感じだったんですよ最初だけどなんかねその神話のこととか日本の成り立ちの話とか、ベリリューの話だったりするね、あのパラオ共和国の話とかをその時聞いてもうめちゃくちゃ感動してですね、その時ほんでなんか思い出しながらも僕8時間も話してたけどもっともっといろいろ聞かなあかんかったはずやのに、何やったんかなこれっていうのもある意味中山先生と会うたんびに思った感情と似てたんですよね。もっと先生に聞いとかなあかんかった、もっと先生の中の引き出し俺が開けなあかんかったわとかっていうのを別れるたびに思ったんですよね、うん、あの頃ね、うん、誰とよく似た感情がこう湧いてきて、なんか新幹線の中でもう一人でもうなんか涙出てきて、涙気持ち悪いやろな、隣に寄って気持ち悪いですよ本当、もう一人で悲しいわけでもないのにもう涙出てきて、涙出てきて新幹線一人で泣いたんですよ。ほんで東京駅着いて
そんなこと言うとってもしゃあないやと思って、赤坂さん電話しよう思って電話して、赤坂さん、来週ぐらいに泊まりに行きたいんですけど、いいですか言うて電話かけて、ほんで翌週泊まりに行ったの、ほんで泊まりに行って、ほんで赤塚さんは僕が泊まりに行った日の翌朝一番からパラオに行くだったんです。天皇陛下がそうパラオに行かれるんで、僕は陛下をパラオでお迎えしようって決めてて、日の丸の旗振りに行くんやよって、ほいそれ遅刻ギリギリまで僕と喋っとったんです。4時頃までね、飛行機間に合わんわ、ごめんね、行くね、めん君って言って、それで行ったんがギリギリやったんですよね。まあでもね、それもほんまずっと前から中丸文明の名前知ってるし、ずっと聞いてるし、会いたい会いたい人やのに、会わせへん神様と来たよって言うてね、会わせてくれる神様と、今こうしてなんかね、今日もう全然帰る気満々で、まあ、仲間ちょっと先生とね、お酒の好きな先生とお昼飲んでて、でそれでこうやって、でも文明君ともう一回話したいよで、講演会であんな2人がバラバラで話すんじゃなくて、一緒に行くんやったら一緒のこの話で盛り上がってエネルギーを伝えることしたいよって頼んだら、まあこんな風になって、でこの変な人たちがいてね不思議ですよね。いや不思議やけど、中山先生いつも言ったの、不思議は詮索しないでって、不思議は詮索しないって言ったの。それはね、不思議は自然界には存在してないって、人間のあなたの常識に反することだけを不思議って呼んでるだけやからって、不思議っていうのは自然界には存在しないよ、あなたが決めてるだけだから、みんなちょっとやりましょう、中山康夫から教えてもらった何かみたいな、うん、順番にやりますか。あ、いいね、今その不思議は選択しない、俺言ったよ、それ自然界の何でしたっけ、今話しとって自然界には不思議は存在しない、人間の常識に反するだけ、うん、いい話だろ。なるほど、な、自然界からつなげると、ふみやくん、また山に行って、まっすぐの門あったら拾ってこいって言ってきたことあるんですよ。自然界にまっすぐっていうもんはね、何一つないからって言われたら、そうですよね、うん、山の中にまっすぐの門って何一つないでしょ、全部曲がってますよね。でも人間ってみんなまっすぐを作りたがるでしょ、ね、直角まっすぐ、みんなまっすぐなんですよ、うん、それがいつまでたってもその自然体になれない人間の一番のテーマなんだよっていうようなこと、うん、お見きですからね。そうそう、これはね大丈夫よ、で自然界にまっすぐのものは何もない、はい、建築ずっと僕30年間、ね、建築会社の社長をやってきて、あ、中山先生の話を引き継がなあかんねんけど、自然の中に直角はないんや、直角は人間が生み出した人間にとって都合のいい角度なんよ。今これ見てごらん、全部直角やろ、こん中にいてると気狂う、で気狂いながらみんな正気のふりして生きてるから、当然おかしになるよね。中山先生はね、いつもね、いいこと言いながらね、女の人のおっぱい問題、そうそうそう、ほんまにね、ほんまにスケベなじいさんでしたよ ね、 あね、目が見えへんのあーって言いながら父を触るんです最も触れてられてたんが近藤真澄じゃないですか、ね、それですごいのは、あ、近藤さんですねって言うねすごい、こんだけ覚えてんやってね、父臨床けどね、それのまた手をね、マスミちゃんパーンと叩きながら、あんた見えてんねやろ、見えてる、見えてるくせに見えてへんふりしやがってとか言われてるけど、実は見えてませんけどだけど、まか不思議だったです、あの研修があってね、150人ぐらい全国からおいでて、もう出席を取るんですよ、ここ青森からお越しの誰それさん、鹿児島からお越しの誰それさん、その主要だの若い人が名簿に沿ってこう全員の
お越しいただいた県名とお名前を150人分ずらーっと先生に言うんです。で先生ね、こう空に向かって字書くんです。こうやって、あ、その人の名前の字、どの字、あ、その字、分かった分かったって、でこうしながら、じゃあ行こうかつって150人の前に座った瞬間、今からお名前呼ばせてもらいますんで、おいでてるかどうかお返事してください言うて、あの順番通りに150人分全員200人200人までやるんですよ。それはそれはすごい見事、うん、ね、僕ね10年間神話を体感する会っていうのを主催して150人から200人ずっと集めて毎年ね月並みされて12月の16、17、みそぎして神宮のお祭りに入って、その最初先生から一緒にやった会なんで、みんな全員北海道の誰々さん誰々さん誰々全員名前呼ばれて、僕ね、びっくりしたそれは、ね、でその後ね、先生に聞いたら全部ね、来る人の名前を目見えへんやん、字見えへんやん、全部何々県誰だって全部テープに含んでもらってずっと聞きながらご先祖さんと話してたんやって、そうっていつも言ってたね、だからそのご先祖さんやお父さんお母さんがどんな思いでその人にこの名前を出したのかって名前を付けたっていうことを想像しながら空に字書くんですよ。そう、だからみんな来た時に、ああ岩手の誰々さんですね、あなたはこうですね、いいよ今いいよね、おっしゃるんですよおーと思うよね、200人全員だよ、全員だよ。で僕たち帰るやん、終わるやん、終わった後その後神宮行って全員の名前を神宮の御垣内で正座して一人残らず名前呼んで、この方皆さん以前に送ってくださってありがとうございました、この方の皆さん方のご先祖の皆さん方どうか引き受けて伊勢がお受けくださったんで、皆様どうぞ安心して本当にご安心なさってくださいって、こういうお祈りを僕ら帰った後にしてくれとって、すごくない？だから伊勢の道場にどなたがお見えになっても、うん、こんにちはとかいらっしゃいとかじゃないんですよね、おかえりなさい、あなたたちの心のふるさとは伊勢だよって、だからおかえりなさい、だから帰りの時もさようならとは言わないです、行ってらっしゃ い、です、頑張っておいでねって、また迷ったら帰っておいでっていう、それとかね、僕らはやっぱりこう話をねするお役目いただいて、講演とかするじゃないですか。で僕先生にいただいた何やろことの、じゃあ次にね、話させてもらった、僕文也君の話はいいわって、いつもね先生褒めてくれるんですよ、いつもね最初から最後までいつも聞いてくれて、でいつも同じところで泣くんですよ先生ね。ここでね、いや文也君の話はいいわ、自分のやってきたことを話すからって、ね、だけどな、どんなにどんなに話すネタに困った時もね、人から聞いた話はあんまりせん方がいいよって言って、そうか、あんな言うてるだけなら猿でもできるって言って、この申すって言うじゃありますでしょ、言うてるだけなら猿年の猿って申すって言うと一緒でしょ、話してるだけなら猿でもできる、なるほど、行動に示して物申したらね、人間が神様の気持ちがちょっとずつ分かるようになってくるって、だからね、態度で示して物申せって、そうすると神様の気持ちが分かるようにちょっとずつなるからねって、こうって言われたの、もうかき、中山先生めっちゃ面白いことを言ったことあって、赤塚さん警察官の過去生は泥棒ですよって、どういう意味ですか、赤塚さん人はね生まれ変わって何度も生まれ変わってそして生きていくんですよ、だから一番泥棒の気持ちが分かるのは警察官ですよ、だって同じ方向に走っていくでしょって、そういうことをおっしゃいましたね、ああそうなんや、だから泥棒も警察も何にも変わらん、ただ目的が違うんやて
なんかね、そういうことの教えをなんか本当にね、スッと言いながらスッドスンとね落としてくれる先生でした。で、中山先生は絶対に自分の言ったことは文章にしてくれるなって言ったの。で、絶対自分の言ったことは文字にして残して、それをやると全然違うことになるから、それはやめてくださいっていうんだけ言われたんで、それをやらなかった。僕は、まあ、書きたくて、僕もですよね、けど先生がそれをね、やった人おるんや、うん、入江文子っていうね、うん、入江文子っていうやつが、これ裏話知ってます？言って入江のふーちゃんが、うんうん、あの先生の本を出す前に、うんうんうん、実は僕が先生と話をしてたんですよ。マジか。ほいでね、でそれで僕先生からいっぱいいろんなことをヒアリングって教えてもらって、ここでこんなんしてこんなんしてって、その中山先生をのことを勝手に僕が書くだけなんですよ。うんうん、なら、まあ文也君がやるんやったらいいよって言ってくれて、あ、まあですか、言って、ほいでそれこそあの主要団の2階の大講堂の、うん、あのこのね、日の丸の前で2人揃ってこう正座して表紙の写真まで撮ったんですよ。プロのカメラマン来てもらって、ほいもうね、内容もブワーってほぼね、こういう風にしよう、こういう風にしようっつって、ほんまね、7割8割もう整っとった頃に、その出版社の方のまあ都合もあって、ちょっとその本がボツになって、で、あまりにもそれもったいないよねっていうのを受け継いでくれたのがふーちゃんやった。ふーちゃんはね、まあ僕もふーちゃんふーちゃんで、ね、もう一から作りはったんですけど、まあもちろんそうなんやけど、あの子はすごいなとやっぱ思うよね。ふーちゃんは結局、まあ、中山先生間違いなく言えんの、男は嫌やったん。俺らは嫌やった。これ一ね、理由一、ふーちゃんはね、俺らまず素直やった。で、ふーちゃんはなんかすごく一生懸命やったね。本当に一生懸命、なんか中山先生と話して打ち解けて、で、本当の本当の弟と伝えて、へそ、うん、へそってことですね。へそっていうのは、いつも中山先生って言って、ここがへそが全てとつながってるよ。うん、へっていうのは船のへ先、畳のへり、へ先っちょ、向かってる船のへ先っていう、これどこに向かってる、層に向かってる、層っていうのは元の元、祖先の層であり、あとは自分の素粒子、全ての層、その層に向かって、これが全部ここなんやって、みんな頭で考えるからおかしくなるけど、へそで考えたら全部つながるよっていうのを中山先生は言葉にしたり、残すのを嫌がってたんを、それ私やりたいって立ち上がって、へそ堂っていうのを作ったんや。この先祖から、そう、根元から層でつながってきた先祖の命を祖先、あの子孫に向かって先へ先へとつなげていくバトンワンが、だからへそなんだよって僕も同じことになるけど、ね、それはね、中山先生は言葉にするな、文章にするなって言われたのを文章にし、言葉にし、へそ堂っていうのを今やって、入江文子ってすごいやつなんですよ。一人の大阪のおばちゃん、自分でおばちゃんっていうね、ハンディカメラ一つで映画を作ってね、うちに映画撮りに来て、一作目に中山先生出てますもんね。で、僕連れて行ってん、あの山本勝子っていう、勝子ちゃんっていう人を撮りに行きたいって言って、うちに来て、勝子ちゃん来る時に来て、あのログハウスに、あれ撮影場所やで、そんなん、ふーちゃんいいわ、俺次の日カッコちゃん連れてきたい場所があるから、うん、あんたもついてくるか、うん、俺ロケ班やと思ってんね、映画の、うん、あれ本編やったんや、うん、映画で俺舐めた口聞いてんねん。本編やったら言い直すがな。そのまま出とるよ。ごめんね。それで伊勢行って、中山先生とその日に出会ってんねん、そっからその場面が中山先生と出会った映画にそのも残ってるわ。不思議なんやけど、人ってそうやって運ばれていく。4分の1の奇跡っていう、4分の1の奇跡っていう映画があってね、一作目ね、大阪のおばちゃんがね、勝手に作った映画やねんけど、まあそれも全部つながりで、多分ね、資本を使って
メディアを使って大きく広げる時代もう終わった。でもこうやって心ある人が集まってさ、なんか時間があるかないかわからんのにふっと集められて、なんかつながって、なんか動くやん。動いたことが本当なんや。その動いたことをあって思って動いた人が本当になるんや。でも大抵はさ、動いたのにでもって言うよな。なんでこうならんかったかとかね。そう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 。もう動いただけで大成功ですよね。それができたら大成功やんな。で、ね、自分を褒めるのみんな苦手やん。自分を褒め、慣れてないからな。な、僕は自分のことばっか褒めてますけどね。知ってるって。もう昨日も僕ほんまね、今日の俺良かったよな。今日の俺良かったよなって。もうあの酒飲んでる時にもうその話ばっかりしとった。もう今日の俺ちょっと普通じゃねえってなかったな今日みたいな。7メートル距離置いて帰りました。もう自画自賛の毎日ですよ。そうですね。俺は反省禁止にしてるんですけど、こういうの見るとムカつく。先生を僕はね、一言で説明せえ言われたら、平山先生ね、のことを説明せえ言われたら、なんて言います？あの赤塚さん。いや、見たら先に言ってくれ。これの人と考えて、それ考えたらダメやね。は僕はね、僕は許しと祈りの人っていつも答えるようにしてるんですよ。そうか、僕はね、涼やかな風。はあ。ただ涼やかな風。祈りと許し、いつも人のことを祈ってあったし、来られる人の全てのことを許してらっしゃったんですよ、いつも。いいじゃないかって、人間なんやからって言ってね、くよくよしなくていいよって言って、でそのたんびにそのやり直しはできんけれど、出直しはできんだよって、いつもみんなにおっしゃってましたね。いや、もう、おっただけで涙出るね。まあ僕も初めて中根先生に会う人を初めてっていう人を連れて行って、ほとんどが5分以内に泣いてますね。そう、会った瞬間にもうグッ、手を握り、こう先生こう触りに行きますね。そうそうそう、こうして、こうしてね、手触られるだけでみんなポロ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 泣いて、ありがとうございましたって、会話ほぼしてませんけど、よかったんですけど、もう十分ですって言って帰ってくるんですよ。ほぼ話してないけど、もう十分ですって言いながら帰っていく人いっぱい。なんかね、それが日本で、それが多分ヤマトの心やと思うねんな。僕ほら、まだ園遊会に呼ばれてないけど、東京の勤労法人さん2回行って、団長で行ってて、で、万歳を天皇陛下も、それから皇太子殿下もさせていただいて、間近で来た時に、もうその存在、蓮池の三州所の入られた瞬間に動いてくる陛下の姿がもう風で光で、その姿でもうただ泣くだけしかないのよ。もうお父さんお母さんという涙やね。目の前に立たれて、書いて、三重県大和の心の会赤塚法師書いてるよ。三重は戦軍の後はいかがですか。答えられへん。で、代表で陛下の前に進んで万歳三唱するときに、もうこの距離で天皇陛下、皇后陛下って言うただけです。もう、あの、僕が全団体の代表で前に出ていくのに、僕の団体の子が2人倒れてんねん。お前らが倒れてる場所です。俺が倒れたいです。バー考えて倒れよと。それぐらいのさ、エネルギーと光やね。だから多分中山先生もね、それを全部ミーツを受けてそこまで高められて、でもその頂点におられる天皇陛下のその光をね、まあ、ぜひ皆さんね、やっぱ知ってもらいたいし、これが日本の天皇で、皇后は国民です。
国民が磨かれればそこに行く。で、天皇は生まれながらの天皇なんです。皇太子も天皇になるんです。その天皇がなる姿に残り、その雅子様が寄り添われて、みんなでバッシングを平気にする。何やってんのとか、女性が子供を産んって言われてどんなに辛い、どんなプレッシャー、死にたいやろ。それも全部受け止めて、そして今ここに皇后陛下として立つ。でも離婚もできへんねん。離婚できへんやろ。自由ないねんで。聞いたことないですよね。ありえへんやろ。みんな勝手に自分で離婚する。天皇にも皇后にも離婚の自由はない。職業選択の自由もない。参政権もない。だって国民と違うから。多分ね、日本の女性たちは今すごく今苦しんだり辛かったりきつかったり悲しんだり傷ついたりってあるけど、それ全部引き受けてるのが雅子様なんです。あの方を本当に心ある日本人が支援すること。あの方が本当に私は浄化されましたって立ち上がるまで支えること。そこから日本は世界に対する灯明台、光になる。そして皇太子殿下が来年5月1日に即位されて新天皇になられてね、新しい国作る、一緒にやろうよそれを。僕ね、2回団長で行ってるわけ。1回目の団長の時にはね、もう天皇陛下に万歳するのが精一杯、ペリリューの話と。で、皇太子殿下、ああ、皇太子様。2回目、去年か。前に立たれた皇太子殿下の存在のエネルギーが全然違うのじゃん。まあ、陛下と、天皇陛下と。全然同じ、本当同じ。そう。あ、同じ仕事。そう。前はね、この人が皇太子なんやなとか。ところが去年はね、いやもう本当にこの人が天皇になんねんなってぐらいさ、上がってきてんねん。これ覚悟、覚悟。誰が変われるの？誰も変われへんねんって。ここそこに立ってる人の凄み。赤坂さん、収容団の100周年の時って、明治神宮会館、俺は行ってへんよ。あ、行ってない。陛下が行かれた時やろ。そうなん。行ってる？俺おったな。マジか。おって、こんなん負けたと思わへん。いやいや、なんか嫌今。確かに、収容団100周年っていう式典を、そう、明治神宮会館でやったんですよ。ほいで僕その時中山先生にくっついてて、ほいで身内されましてね、本当においでになられるかどうかはちょっと正直なとこわからない。そうやな。でも誰が来あるんですかって先生に聞いたら、いや天皇皇后両陛下がね、一言お祝いに来てくださるかもしれんって、でもはっきりわからへんって。でもおいでになるなら正面玄関からまさか来られんから、裏手の方のそっちを気にしといてくれへんか文也君って僕言われて。マジか。気にしといてくれへんか。いや、何がそう。どうやな。でもね、悔しい。お二人で陛下と美智子皇后がおいでになったんですよ。来たがなと思って、どうしたらいいのかなって思ってで扉開けて何やって、でお茶とか入れるんかなみたいな感じでしたけど、結構ですのでつってお付きの方に。でも僕ら何も喋れんかったんですよ。喋れんかったけど、この目の前を陛下が歩いていかれ、後ろから美智子皇后が歩いていかれ、で壇上に上がられて中山先生にちょっとこう耳打ちをされたんですよ。一
言、うん、でその後陛下がおいでた瞬間あの1000人近くの会場にいる皆さんがもう直立に立ち上がって、うん、誰が音頭取るわけじゃないんですけどどこかからか君って歌い出したんです。ただもうみんながもう君がよ心の底から大声で歌いましたね。もうほぼ全員号泣ですわ。ここで一言お祝いの言葉をって陛下が述べられてそれでさっとお帰りになったんです。お帰りも僕の目の前通ってたんです。もう未だにこの手間持ってかれていや未だにこの鼻腔の奥に残っているものがあるんですよ。いやもうそれ取れもんその来たよジャイアンかこれもうね匂いが残ってるんですよ今も。そうだね、なんとも言えない陛下の匂いが残ったんですよ。もうね、本当陛下立たれて大声立たれてこの距離なんて、この距離なんて、うん、もうね、僕はこの人の子供なんやなって、うん、この人の子供なんやって心からそう思ったよ。身親って言うんですよね。身親天皇陛下のことは自分の親は親なんですけど自分の肉の親はね恩親と書いたら陛下のことを言うんですよ。あ、僕の魂のお父さんお母さんはここかなんかもうね理屈関係ないですで、そういう国に僕たちは生まれてるってことです。どこの国に天皇いますか。ダライラマもいるよ、ローマ法王もいるよ、なんちゃらかんちゃんもいるよ。天皇のいる国はないです。すべての国の国王は私に従いなさいって言います。日本の天皇は私にできることありませんかって下から支えてくださる。2679年間どこにありますかこんな国が。全国民が今年の新米を食べ終わったであろう11月23日ですよね。ニーナメ祭私は食べる最後日本国民がみんな食べたであろう古来見計らって陛下は一人で新米を始めて食べる。こんな国王キングダムはいませんよ。ない、うん、それをやったのが実はイスラエルのイエス・キリストの、うん、けどイエスはくっつけんなボケてめえふざけんなって殺された。これが本当やで、こうやるのが本当やで、違う、一緒にみんなが食べた後、僕食べるのが本当やでって言ったら殺された。けど日本はそのイエスって呼ばれた人がやったように天皇って言われているキリストが126回生まれようとする、そんなすごい国を自分とか自信持たんでどうすんの。自分たちがありがとうって言われたらどうすんの。かけがえない、でこの国なくなったら世界滅ぶよ。中山先生いつも言った、伊勢がダメになったら日本はダメになる、日本ダメになったら世界がダメになるって。中山先生俺多分70回ぐらい聞いてるそれ。僕ねよく想像するんですよ、ニュース見ててなんか日本のこう外交とかね、よその国との、うんうん、確かにこうああいう話をするのって平和的解決とかっていうのは非常に難しいこともたくさんありますよね。考え方の違いや文化の違いや歴史の違いや でそれをこう相入れながらこう平和解決にっていうのをしていきたくてもなかなかいかないじゃないですか、うまく。僕ねいつもニュース見ながら考えるんですよ。この外交をされてる方が天皇陛下だったらなんておっしゃるかなって、それを聞かさせられた向こうさんはどう感じるかなっていうことをいつも想像しながらニュース見るんですよ。そうするとね、おのずとなんか、うん、その最後に新米を食べるということもしかりなんですけど、実は人間にはもっとこう愛で動ける動き方とか生き方が実はもっと山ほどあるんじゃないかと思うんですよ。自分関係ながらなんか知らんうちに競争とかね、勝ちとか負けとかみたいなことを、なんでこんなにみんな決めたがるかなと思う違和感もちょいちょい感じるんですよね。分かる、みんな苦しみって何、苦しみって 90% 以上はさ自分について考えてることやで、ね、
私について考えてることを苦しみって言う、うん、私消えてごらん、苦しみは存在できひんねん、うん、そういうもんなんや。天皇陛下、俺はね、天皇陛下っていうのはかわいそうや、あんな不自由でって思った時期もあったけど、イスラエルへ30年20回以上行ってイエスと出会って聖書を知って、あいつはすごいな、33で全部自分捨てて全部人のために生きて、ほんまに自分なかったら幸せになんねや、楽なんやなって思った時に、自分捨てて生きてる方はこんなすごい生き方はないって思えてからさ、どうやったらそうなれるかってずっと考えてんの。どうせ死ぬやんか、絶対死ぬやんか、一人残らず。それを神様は死ぬとは言ってない。本当に死ぬのは大事なことを見失った時で言ってる。絶対死ぬやろ、それを怖がるのは必要なんや。でみんなセミナーに行ってどこ行って何のために勉強する、何のために生きてんの。人は幸せになるために生きてます。0点やろ。人は幸せになるために生きるに違う。人間の歴史の中で自分を幸せにできた人間は誰もおらへん。人は人を幸せにするために生まれてきたの。人が幸せになった瞬間に嬉しい、やったって、これが本当の幸せや。これが神の力や、これが神の道や。ここにこれ日本に我が子とさておき人様に言ったよ。自分を捨てた時に本当の幸せはみんな自分ばっかり言ってる。その時代を長く続けたんでみんなむちゃくちゃになってるけど、もういい加減ちょっとね目覚まして、自分を置いといて誰かのために。俺糸川先生にずっと言われたのは、赤塚さんね、あなたね、自分の頭の上の灰を覆うのやめなさい。例え話よ、赤塚さんね、自分の頭の上の灰を覆うのやめなさい。糸川先生、僕最後まで赤塚さんって呼んだ。あんな天才 大科学者がさ、最後まで赤塚さんって言った20代の俺に対して。でもね、あなたはただ人の上の頭の灰を追ってなさいって、追い続けなさいって、そうやり続けた、ある日あなたの頭の上を誰かが灰を追ってくれてる、そのつながりに感謝しなさい。一回沖縄の久高島っていうところで、あそこ祈りを捧げる場所がたくさんある島で、ある一つの祈る場所があって、そこであるルールがあるからっていうことをおばあちゃんに言われて、うん、どんなルールですかって言ったら、ここの祈りの場所はね、千年先の未来を祈る場所なんですって。すごいね。って言われた瞬間、千年先 100% 自分は生きてませんよね。自分の子供たちも生きてませんよね。自分の孫たちも生きてませんよね。ってことは誰一人人間の顔が浮かばないんですよ。その瞬間何を祈っていいのか分からなくなったんですよ。そっか、そうなんですよ。あ、自分を捨てろって言われると難しいんですけどね、千年先を想像してみって言った瞬間、自分っていうものが全て消え去るんですよね。だってそうやな、そうやな、千年前もおったもんな、自分の元が。だから中山先生があの伊勢神宮のあのね、内宮さんのあそこで毎日祈られてましたよね。土下座してやで、土下座して三日月参拝って。地球に、地球が一日でも長く生きながらえますように、世界に平和の風が吹きますように、全ての宗教が手を取り合えますようにって。この3つ、この3つ、毎回おっしゃってました。毎日でも静かに祈られて、毎日行かれてました。そうで、その帰りに五十鈴川のほとりで座ってね、でちょっと
このなんか字書いて、言葉が降りてくんねんな。降りてくる。あの毎日読まれた歌集を作るだけでもすごいものが出来上がるって僕ほんとそう思ったんですよね。それを絶対許さんかったの先生は。残すな、何一つ残すな、言葉を残すなって、伝わらんからって、うん、まあでも先生昨日ね、僕春日部でね、文明さんの後話して、でなんとなくなんで僕ここにおるんやろと思った瞬間に、ここの僕の右側の後ろ側に高山先生が、それでええんやでって言われて、ここでそれでええんやで、時が来たよって、ああそうなんですねって、でもうちょっとちゃんと話がしたいですって今日の朝言ったんや神様に。なウォーリーからメールが来て、電話来て、話しに来なさいだいぶ上からですよねエブリデイロープライスやろエブリデイロープライスいつも、でもあいつはすごいすごい、あいつは本当に本質をね見抜くすごいやつ。いや僕はね、僕は自分の言いたいことあるけど、聞きたい人は何が聞きたいかわからないけど、あれをちゃんと見抜いてくれて。でもね、昨日僕らがあんな春日部の皆さんの前で一生懸命頑張ってる間、あいつは家族とディズニーランド行った。マジか上のもんらは働かして、バカがディズニーランドでミッキーと踊っとったんだよねでも許す許すしかないやろこの行き通りをいやー、でも長い時間にわたりました。いや本当にありがとうございました。すみません、皆さんありがとうございました。本気ありがとうございました。こうやってなんか、ね、なんか飲みながらやるのを、まあ、見る人によっちゃいろいろ思われるかもしれないですけど、でも本当にでもね、それあのいい時もあるし、うんうんうん、でも何がいいとか何が悪いって全然それはケースバイケースやしな、決めることはないと思う。ね、いやー、うん、楽しかったでしょ皆さん。いやありがとう、みんな本当にありがとうね。本当にごめんね、切れてました先輩今日の。いやいやいや親父ギャグも切れてたし、もうほんま類線も緩いし、あと泣かすツボよう分かりますね。タイミングでこれから泣きのツボをしますんで頼みますピンポーンというわけでお届けしました宮金でした。どうもありがとうございました。金でした実は僕ら二人で旗振ってですね、あのパラオ共和国のペリリュ島に、ペリリュ島というところの、あの戦時中のね、すごい涙の物語があって、まあパラオの人たちもそのことをとても大切に今も思ってくれて、すごく親日のパラオへ、僕も勝間さんに話を聞いて、ですぐあの息子と行ったんですけど、いやたくさんの日本の方々に、まあご興味ある方、もしよかったら大人の修学旅行みたいな形で、修学旅行いいね。7月の4日からですね、4日から8までな、3泊4日ぐらいの予定で、赤塚さんのいろんなそういう説明を聞いたりですねしながらですね、もう本当に涙の本当だよね、パラオペリリューツアーをやりますので、はい、もしよかったら黒船カンパニーのホームページからですね、お申し込みいただけたら嬉しいなと思います。ぜひ担当はウォーリーです笑ったり泣いたりつまらない親父ギャグにずるってなったりいろいろ、ね、楽しみながら、全部責任はウォーリーです、ね、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。